もしもし、今日何時に帰ってくる？分かった。ご飯作って待ってるね。お仕事頑張ってね。君の好きな歌を聴いて、君の好きなご飯作るの。僕の頭の中はずっと君のことでいっぱい。そう、君の帰りを待ち焦がれてるんだ。この部屋一人ぼっち。優しい目をしてる君が好きだよ。たまにどこか違う方向を見てることも気づいてた。全部知っていたんだ。君のいない世界なんて意味がない。だって好きなんだ。僕には君だけだから。ごめんね、知らないね。君は鈍感だから。君との未来ずっと夢に見てたんだ。幸せにしたかった。幸せにしてほしい。